こんにちは。明日の天気をお伝えします。まずは今日届いたリポートを見ていきましょう。九州の宮崎県から届きました。こちらのリポート、青空が広がっていますね。今日は夏空になったということで、いい空、穏やかですね。今日はお出かけ日和となったところもあったようなんですけれども、明日は天気どうでしょうか。アイコンで確認していきましょう。それでは全国の天気をお伝えしていきます。明日は日本海側中心に雨が降りやすくなりそうですね。強まることもありそうですのでご注意ください。その他のエリアでは日差しも届きそうです。晴れアイコンがついているところでもにわか雨の可能性はありますので、空の変化にご注意ください。また九州のエリアでは雨アイコンがついているところが多くありますね。これまでの雨で地盤が緩んでいるところでは、少しの雨でも土砂災害など十分に気をつけてください。以上、全国の天気お伝えしていきました。それでは今日も一日お疲れ様でした。